日だからやっぱり振り返りたいなと思うんですけども、僕自身はですね、15年ぐらい踊りやってきてるんですけども、やっぱり自分が踊りを始めた頃みたいにですね、踊り練習毎回行ってで、お祭りって言うたらそこに絶対参加してっていうような生活がなかなか、仕事の立場がちょっと上になってきたとか家族が増えたとかいろんなことで今までみたいには踊りに行く回数が減って改めて感じることがあるんですけど、やっぱり自分はめちゃめちゃ踊ることが好きやなっていうことを回数が少なくなったからこそ感じることができます。自分の大好きなことをですね、一生懸命やることができるっていうのは当たり前のことじゃなくて、自分自身がここに来ようと思っていろんなスケジュール調整して、皆さんもきっとそうやと思うんですけど、そういうふうにやって立つことができるし、家族の協力がなかったらできないし、お祭りを作ってくださる方がいなかったらできないし、見てくださる方がいないとできないし、たくさんの人の支えの中でやれてることやなっていうことを、ひしひしと感じます。踊りに行く回数が少なくなってしまったからこそ、一回一回の M にかける思いというのは今まで以上に、濃くなってるなっていうふうに自分では感じます。今日は久しぶりにたくさんのチームさんの M を見ることができて、やっぱりこの踊りはずっと続けていきたいな、皆さんと一緒に、踊りを踊る人生をずっとずっと歩んでいきたいなっていきたいなというふうに改めて感じました。踊れることに感謝して、自分の大好きなことをできることに感謝して、今日も一生懸命踊りを収めたいと思います。皆さんどうかよろしくお願いします。開く。
を開け、心を開け、道開け、愛が学ぶ、道開け。